マイケル・ファラデー、マイケル・ファラデー、マイケル・ファラデー、1791年9月22日から1867年8月25日は、イギリスの科学者、物理学者、あるいは当時の故障では、自然哲学者で、電磁気学及び、電気化学の分野での貢献で知られている。直流電流を流した、電気伝導体の周囲の磁場を研究し、物理学における、 電磁場の基礎理論を確立。それを後に、ジェームズ・クラーク・マクスウェルが発展させた。同様に、電磁誘導の法則、半磁性、電気分解の法則などを発見。磁性が光線に影響を与えること、二つの現象が根底で関連していることを明らかにした。電磁器を利用して回転する装置、電動機を発明し、その後の電動機技術の基礎を築いた。 それだけでなく、電気を使ったテクノロジー全般が彼の業績から発展したものである。科学者としては、ベンゼンを発見し、塩素の放射水和物を研究し、原始的な形の分前バーナーを発明し、酸化数の体系を提案した。アノード、カソード、電極、エレクトロード、イオンといった用語はファラデイが一般化させた。ファラデは貧しい家庭に生まれたため、 小学校も中退という教育しか受けておらず、高度な数学などはわからなかったが、科学史上最も影響を及ぼした科学者の一人とされ、科学史やは彼を科学史上最高の実験主義者と呼んでいる。数学の分野をまとめたのが、ジェームス・クラーク・マクスウェル。静電容量の SI 単位、ファラット、F はファラデーにちなんでいる。また、1モルの電子の電荷に相当する。 ファラデー定数にも名を残している。ファラデーの電磁誘導の法則は、時速の変化の割合と誘導起電力は、比例するという法則である。ファラデーは、王立研究所の初代フラー教授職であり、死去するまでその職を務めた。アルベルト・アインシュタインは壁に、ファラデー、ニュートン、マクスウェルの絵を貼っていたという。ファラデーは、 信心深い人物で1730年に創設されたキリスト教徒の一派であるサンデマン派、グラスパに属していた。電気作者は神と自然の強い一体感がファラデーの生涯と仕事に影響していると記している。ジョージ三世時代の1791年にニューイントン・バッツで生まれる。現在のサザークロンドンと区別区の一部だが当時は サリーの一部でロンドン場所から南に1マイルほどの場所だった。一家は決して順調ではなかった。父ジェームズはサンデマン派信者で妻と二人の子を抱えて1791年にウエストモーランド、現在のカンブリアのアスギルという小さな村からロンドンに出てきた。その村ではカジ屋の見習いをしていた。マイケルが生まれたのはその年の秋である。 マイケルは四人兄弟の三番目で、学校にはほとんど通っていない。十四歳の時、近所で製本業と書店を営んでいたのところに、年季暴行に入った。七年間の奉公の間に、多数の本を読んだ。中には、アイザック・ウォッツのザ・インプルーブメント・フマインドもあり、彼はその中に書かれていた主義と提案を熱心に、実践した。多数の本を読むうちに科学への興味が強まり、 特に電気に興味を持つようになった。特に影響された本として、ジェーン・マーセットの科学団にコンバーセシャンズ・オン・ケミストリーがあった。1812年、20歳となり年期暴行の最後の年となったファラデーは、の創設したロンドン施設学協会、シティ・フィロソフィカル・ソサイティの会合で勉強するようになった。また、当時のイギリスで有名だった科学者、 ハンフリー・デイビーの講演を何度も聴講した。その入場券は、ロイヤルフィルハーモニック協会の創設者の一人が、ファラデーに与えたものだった。ファラデーは300ページにもなった、デイビーの講演の際につけたノートをデイビーに送った。それを見て感心したデイビーは、すぐさま好意的な返事をした。ファラデーが科学の道を歩みたいと言ったところ、科学は快楽的なものだが、 その道は成功と失敗の連続である。今は何の仕事もない。もしあったら連絡すると言われ、ファラデーは落胆した。しかしその後、デイビーは塩化窒素の実験中の事故で目を負傷し、ファラデーを秘書として雇うことにした。王立研究所の助手の一人が解雇されると、ハンフリー・デイビーは代わりを探すよう依頼され、1813年3月1日、ファラデーは、 王立研究所の科学助手となった。当時の階級社会では彼はその執事のために紳士とはみなされなかった。デイビーは1813年から1815年まで長いヨーロッパ旅行に出かけることになった時、彼の従者は一緒に行くことを拒んだ。ファラデイは実験助手として同行し、パリで従者の代わりを見つけるまでは従者の役も果たすことを依頼された。 結局、ファラデイは旅行が終わるまで女子兼究者として働くことになった。裕福な家の出だったデイビー夫人、ジェーン・アプリースはファラデイを対等に扱おうとせず、馬車で移動する際はお車席に座らせ、食事も使用人と一緒に取らせた。この扱いにファラデイは落胆し、イギリスに戻ったら科学の道を諦めようと考えたという。ただし、ファラデイ自身は、 上流階級になろうという意欲は薄く、後に、ナイトに助せられる話があった時も断ったとされる。この旅行でファラデイは、ヨーロッパの有名な科学者らと出会い、アイデアを刺激された。ファラデイは敬虔なキリスト教徒だった。彼の属するサンデマン派は、スコットランド国教会の分派である。結婚後しばらくして、タスクさえを務めるようになり、若い頃過ごした。 集会所の長老を2期務めた。その集会所は1862年にイズリントンに移転しており、2期目はこちらで務めた。1821年6月12日、サラバーナード1800-1879と結婚したが、子供はできなかった。二人はサンデマン派の教会で家族を介して知り合った。ファラデーの初期の科学の業績は、 ハンフリー・デイビーの助手としてのものだった。特に塩素を研究し、2種類の新たな炭素塩化物を発見した。また、ジョン・ドルトンが指摘した現象である機体の拡散に関する初期の実験も行ったが、その物理的重要性をより完全に明確化したのは、トーマス・グレアムとヨハンロシュミットである。いくつかの機体の液化に成功した。また、広合金を調べたり、 光学向けの新たなガラスを作ったりしている。後に、それらのガラスは、磁場中に置くと通過する、光の変更面を回転させるという発見に、役立ったこと、及び、磁石の極と反発する、半磁性体だと判明したことで、歴史的に重要となった。また、科学の一般的手法の確立にも貢献している。ファラデーはまた、後に分前バーナーと呼ばれ実験用に広く、 使われるようになった熱源装置の原型を発明した。ファラデイは科学の幅広い分野で活動し、1823年に塩素の液化に成功し、1825年にはベンゼンを発見している。機体の液化は、機体が単に沸点の低い液体の蒸気に過ぎないという認識の確立に役立ち、分子業種の概念により確かな基盤を与えることになった。 1820年、ファラデイは炭素と塩素で構成される化学物質 CCL と CCL を初めて構成したことを報告し、翌年公表している。また、ハンフリー・デイビーが1810年に発見した塩素の包摂水和物の構成を特定した。1833年、電気分解の法則を発見し、アノード、カソード、電極、エレクトロード、 イオンといった用語を定着させた。これらの用語の多くは、ウィリアム・ヒューウェルが考案したものである。また、後に金属なノ粒子と呼ばれることになるものについて、初めて報告している。1847年、金コロイドの光学特性が、近海のそれと異なることを発見した。これは、量子サイズの減少の最初の観察報告とみられ、ナノ科学の誕生と言えなくもない。 ファラデーは特に電気と磁気の研究でよく知られている。彼が記録している最初の実験は7枚のハンペニーカと7枚のアエンシートに6枚の塩水を浸した紙を挟んで積み上げたボルタ電池を作ったことだった。この電池を使って硫酸マグネシウムを電気分解している1812年7月12日付のアボットへの手紙に記述がある。 デンマークの科学者、ハンス・クリスティアン・エルステッドが電気と磁気の関係を示す現象を発見すると、1821年に、デイビーとウィリアム・ボラストンが電動機を作ろうとしたが、失敗した。ファラデーは二人とその問題について話し合い、電磁回転、アレクトロマグネティック・ローテーションと名付けた動きを生じる二つの装置を作り上げた。一つは水銀を入れた皿の中央に磁石を立て、 上から水銀に浸るように針金を垂らし、その針金と水銀を通るように電流を流すと、電流によって生じた磁場が磁石の磁場と反発して、針金が磁石の周囲を回転し続けるというものである。もう一つは、単極電動機と呼ばれるもので、逆に磁石側が針金の周りを回るようになっていた。それらの実験と発明が、現代の電磁技術の基礎を築いた。 この成果に興奮したファラデーは、デイビーやウォラストンの許可を得ずに、それを公表した。これに起こったデイビーとファラデーの関係が悪化し、デイビーは、電磁器以外の研究をファラデーに押し付け、数年間電磁器研究から遠ざけたと見られている。デイビーはファラデーが、王立協会の会員になることを猛烈に反対し、自分が見出した、ファラデーの頭角に嫉妬を抱き始めていた。しかし、 ファラデーの友人の推薦により、教会員に選ばれた。また、デイビーは、ウィリアム・ボラストン自身が否定しているにかかわらず、ファラデーを、ボラストンの研究を盗んだと非難したりもした。もっとも、デイビーは、私の最大の発見は、ファラデーであるという言葉を残している。小学校しか卒業していない製本屋の見習いが19世紀最大の科学者と言われるようになったことを考えると、 この言葉は聖国を得ていると言える。1824年、ファラデーは銅線を流れる電流を外部の磁場によって調節可能かどうかを研究すべく簡単な回路を製作したが、そのような現象は見つけられなかった。3年前、同じ実験室で光が磁場に影響されるかを実験しており、その時も何も見つけられなかった。その後年間は光学用、ガラス、 鉛を加えた方形算ガラスの製法を完成させることに費やし、後の研究で、それが光と磁気の関係の研究に役立つことになった。工学の仕事以外の時間を使って電磁気を含む実験の論文を書いて公表し、デイビーとのヨーロッパ旅行で出会った海外の科学者とも文通した。デイビーの死から2年後の1831年。 ファラデーは一連の重要な実験を行い、電磁誘導を発見した。わずか数ヶ月前に、ジョゼフ・ヘンリーも発見しているが、二人に先行して、イタリアのフランチェスコ・ツァンテレスキが八百二十九年と八百三十年に、同様の論文を発表していた。他の科学者たちが、電磁気現象を力学における、遠隔力と考えていたのに対して、ファラデーは空間における、 電気力線、磁力線という近接作用的概念から研究している。ファラデーの突破口は、鉄の管に絶縁された銅線を巻き付けて、コイルを二つ作ったことであり、一方のコイルに電流を流すと、もう一方のコイルに瞬間的に電流が流れることを発見した。この現象を相互誘導と呼ぶ。この鉄の管のコイルは、今も、王立研究所に展示されている。 その後の実験で空心のコイルの中で磁石を動かしても電流が流れることを発見した。また磁石を固定して銅線の方を動かしても電流が流れることを発見。これらの実験で磁場の変化によって電状が生ずることが明らかとなった。このファラデーの電磁誘導の法則は後にジェームズ・クラーク・マックスウェルが数理モデル化し四つのマックスウェルの方程式の一つとなった。 そして、さらに一般化され場の理論となっている。ファラデイは後にこの原理を使って、原始的な発電機を製作している。1839年、電気の基本的性質を明らかにする一連の研究を完成させた。ファラデイは、静電気、電池、動物電気を使い、静電気による誘引現象、電気分解、電磁気学などの現象を生み出した。 彼は当時の科学界で常識だったこれらの電気の種類の違いは存在しないと結論づけた。そして電気は一種類だとし、強さや量、電圧と電流の違いが様々な現象を引き起こすとした。後年ファラデイは電磁力が電気伝導体の周囲の空間に及んでいるという説を提案した。しかし他の科学者はその考え方を拒絶し、 ファラデーの存命中は認められなかった。ファラデーの帯電した物体や磁石から磁力線が出ているという概念は電磁場の視覚化手段を提供した。このモデルは19世紀後半の産業を支配した電気機械式装置の開発にとって極めて重要となった。1845年、ファラデーは多くの物質が磁場に対して弱く反発することを発見し、 その現象を、半磁性、ダイアマグネットザムと名付けた。また、光の進む方向に沿って因果された、電磁場によって、直線変更の変更面が回転することを発見。これを、ファラデー効果と呼ぶ。ファラデーのノートには、私はついに磁気の曲線、または力の線を解明し、光線を磁化することに成功したと記してある。 晩年、1862年、磁場によって光のスペクトルが変化するのではないかと考え、分光器を使って実験している。しかしファラデーが使っていた機器では、スペクトルの変化を捉えることはできなかった。同じ現象を後に、ピーター・ゼーマンが改良された機器で研究し、1897年に、公表、1902年に、ノーベル物理学賞を受賞することになった。 1897年の論文でも、ノーベル賞講演でも、ゼーマンは、ファラデーの業績に言及している。静電気を研究する中で、ファラデーは帯電した導体では、電荷がその表面にしかないことを示し、それら電荷は、導体内部の空間には何も影響を及ぼさないことを証明した。これは、電荷が内部の電状を打ち消すように分布するためである。 この電状を遮蔽する効果を使ったものを、ファラデー刑事と呼ぶ。ファラデーは優秀な実験主義者であり、明快かつ簡潔な言葉で考えを伝えた。しかし、数学の知識は乏しかった。そのため電磁誘導の法則を自分で定式化できず、ジェームズ・クラーク・マクスウェルらが定式化することになった。また、ファラデーの電気力線の使用についてマクスウェルは、 ファラデーが高水準の数学者にも匹敵する思考の持ち主であり、将来の数学者はファラデーの業績から様々な貴重な方法を引き出すことができるだろうと述べている。1824年には王立協会フェローに選ばれ、1825年にはデイビーの後を継いで英国王立実験所長となった。1833年、ファラデーはの推薦で、 王立研究所の初代フラー教授職に就任した。これは、フラーの講演によって創設された科学の教授職であり、名誉職であって、講義を行う義務はない。王立研究所での科学や電磁気学の研究以外に、ファラデイは民間企業やイギリス政府に依頼された仕事に時間を割いた。例えば、炭鉱での爆発事故の調査、法廷での専門家承認。 高品質な高額ガラスの成分検討などである。1846年、ハスウェルの炭鉱で95人が死亡した爆発事故を調査し、チャールズ・ライエルと共に詳細な報告書を提出した。その報告書は、法科学的にしっかりしており、石炭の粉塵が爆発の威力を増加させたとしていた。しかし、単純爆発への対策は1913年に、 別の炭鉱で大事故が発生するまでなされなかった。海洋国家でもあるイギリスの有名な科学者として、ファラデイは、東大建設や運用、船底の腐食を防止する、プロジェクトなどにも時間を割いた。ファラデイは、今では、環境学と呼ばれる分野でも活躍した。スーンでの工場による汚染を調査し、造幣所での大気汚染について助言したりしている。 1855年7月、タイムズ紙にテムズ川の汚染問題について手紙を送り、パンチ紙に風刺画が掲載されることになった。1851年、ロンドンで開催された万国博覧会では計画立案と評価に参加した。また、ナショナルギャラリーでのコレクションのクリーニングと保護についても助言し、1857年には、 ギャラリー運営委委員員会の委員も務めた。教育にも関与している。1854年、王立研究所で教育について講演し、1862年には、イギリスの教育政策についての持論を伝えるために、公立学校委員会に出席した。また、当時一般大衆の間で流行っていたコックリさんや、催眠術や高齢会には、否定的立場で参加しており、 教育に関しては政府に対しても大衆に対しても厳しかった。ファラデーは一般向けの講演も多く行った。世界の優秀な科学者たちを集めた金曜講演、1825年より開始、少年少女向きのクリスマスレクチャー、有名なろうそくの科学などであり、今日まで続いているものも多い。ファラデーは1827年から1860年まで19回の クリスマスレクチャーを行った。1832年6月、オックスフォード大学はファラデイに名誉博士号を授与した。ファラデイは、中世ナイトの名誉を辞退し続け、王立協会会長職も2回辞退している。1838年、スウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれ、1844年には、 フランス科学アカデミーの8人の外国人会員の一人に選ばれた。1848年、アルバートをハイデン化の申し出によりサリーのハンプトンコート宮殿に無料で住めるようになった。1858年に引退したハラデイは晩年をそこで過ごした。クリミア戦争、1853-1856の際に政府から 化学兵器を作ってもらえないかという要望が来たとき、倫理的な理由からこれを断った。彼は机を叩いてこう言ったという。作ることは容易だ。しかし絶対に手を貸さない。ファラデーが強い平和主義者だったことも伺える。1867年8月25日、ハンプトンコート宮殿内の自宅で椅子に持たれたまま、眠るようにして死去した。 生前ウェストミンスター寺院への埋葬を拒否していたが、アイザック・ニュートンの墓のそばに記念名板が設置された。遺体は、ハイゲート墓地の被告教徒向けの区域に埋葬された。ロンドンのアイット本部のそばのサボイプレイスに、ファラデーの像がある。同じく、ロンドンのエレファントキャッスルのロータリーの中央には、ブルータリズムの建築家が設計し1961年に、 完成したマイケル・ファラデー記念館がある。ファラデーが生まれたニューイントン・バッツの近くである。同じく生誕地に近いウォルワースには、ファラデーの名を冠した小さな公園がある。ラフバラーのラフバラー大学には1960年に、ファラデーの名を冠したホールが建てられた。その食堂の入り口付近に、制度性の変圧器の像があり、中には、ファラデーの肖像がある。 エディンバラ大学の理工系キャンパスには、ファラデーの名を冠した5階建ての建物がある。ブルネル大学やスウォンジー大学にも、ファラデーの名を冠した建物がある。また、イギリスはかつて、ファラデー基地という南極基地を運営していた。ファラデーの名を冠した通りは、イギリス各地、ロンドン、ファイフ、スウィンドン、ノッティンガムなどにあり、フランス、パリやドイツ、カナダ、アメリカにもある。 1991年から2001年にかけて用いられた20イギリスポンド紙幣に肖像が描かれている。王立研究所で電磁スパーク装置を使った講演中の様子が描かれている。ケミカルマニピュレーション以外のファラデーの本は学術論文や講義録を集めたものである。死後、ファラデーの日記、大量の書簡、1813年から1815年の デイビーとの旅行の記録も出版された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。